はい、おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。こちら日本ダイソーと申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。この後この場所をお借りしまして30分ほど朝のご挨拶をさせていただきたいと思います。ちょっとマイクの音うるさいですけれども、どうか、しばらくだけお許しください。よろしくお願いします。おはようございます。はい、おはようございます。ツイキャスご覧の皆様もおはようございます。はい、じゃあ、そろそろ始めますね。こんぐらいかな。顔を映んなくてもいいと思うんですけど、どうでしょうか。顔を映した方がいいですか。あんまりね、なんかこう歩道をまたぐの僕好きじゃないんですよね。こんぐらいかな。はい、おはようございます。こちら日本ダイソーと申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。こちら日本ダイソーと申します。昨年生まれたばかりのまだまだ新しい政党です。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。党首は、ここのポスターに書いてある、前回の都知事選挙に出ました、桜井誠が務めております。立ち位置は、スタンス保守、日本の文化、歴史、伝統をしっかり保ち、守る、そういった、立ち位置の政党でございます。まだまだね、議員も一人もおりません。始まったばかり、ゼロからスタートの、政党です。ですから、政党と、言いますけれども、議員がいない。だからこそ皆様に党の名前だけでも知っていただきたいと思いまして、この場所をお借りして朝のご挨拶をさせていただいております。現在、私の仲間たちが、ブルーのスカイブルーのジャンバーを着た私の仲間たちが、リーフレットを配布しております。ぜひ1枚お手に取ってご覧になっていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。今日は寒いですね。寒いですけれども、天気予報、国分寺は、雨マークついておりません。雨具の心配は全く必要ございません。なので、気をつけて、通勤通学、またお休みになられていると思います。お休みの方もいらっしゃると思います。ご旅行、用意も、兼ねていろいろお出かけになられるかもしれません。気をつけて、ゆっくりお過ごしくださいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。はい、おはようございます。いってらっしゃいませ。こちら日本ダイソーと申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。また毎度毎度この場所をお借りしております。分罰ご利用の皆様にはちょっと歩道は広く開けてるんですけれども、より一層やかましくて本当に申し訳ございませんでした。はい、どうぞよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。分罰じゃない、分罰ですね。失礼しました。ちょっと発音が間違えました。分罰です。分罰はね、国分寺市中に、張り巡らされております。ここはホンダルートですね。あとは、南側に行きますと、万葉ルート、東元町ルート、様々に、あと西国分寺にも、張り巡らされております。100円で、たった100円でどこまででも国分寺中ぐる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 回れる、非常に便利なコミュニティバスです。まだ使ってない方はね、ぜひ一回ちょっと乗ってみると面白いと思います。一周回るだけでも結構面白いですよ。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。こちら日本ダイソーと申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。この場所をお借りしまして朝のご挨拶をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。はい、リーフレットを受け取っていただいてどうもありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。はい、今日はどの話しようかな。ご飯は、そうですね、私いつも駅頭に立たせていただいて、演説なんか、ほど遠い、もう本当に下手くそ、もう普通の、仕事してるお父さんです。なので演説なんかやったこともなくて本当に下手くそなんですけれども、僕の思うこと、道徳的なことから、いつも話させていただいております。リーフレットにも実はそれ書かれてるんですけれども、今日も一つその道徳的な話題からさせていただきたいと思います。皆さん、スマホ使ってますか？ちょっと前までガラケーって言って携帯電話って言われてましたけれども、もう今スマホ 4G から今度は 5G、 あれ 4G とか 3G とか 5G っていうのはその世代、ジェネレーションですね。
だから、携帯電話世代が 3代目か4代目に今変わって、ほとんど皆さんがスマホを使ってるっていう、そういう方、略称がこの G なんですね。今度はこれが、第5世代になろうとしています。ますます便利になる、携帯ツール、ついついね、僕なんかも、今スマホのゲーム、スマホのゲームだと、なんだっけ、オセロとあと将棋とあと遊戯王と、この3つ入れて楽しんでるんですけれども、そんな形でついついこうゲームやったりとか、SNS やったりとか、スマホをいじる機会がやっぱ多いです。ただしね、一つ注意していただきたいことがあります。歩きスマホですね。歩きスマホ、これ非常に危険な行為だってことをちょっと冒頭説明させていただきます。歩きスマホしながら、駅 の, あのホームから線路に落下しちゃったなんていう事故、聞いたことあると思います。まあ、なんでそんなことになってしまうんだ、普通に歩いてれば考えられないことなんですけれども、なんでそんな風になってしまうんだろう。歩きスマホっていうのは実はですね、これもデータ出てるんですね。視界、今見えてる視界が 100% だとしたら、歩きスマホ、リーフレットもらっていただいてどうもありがとうございます。いってらっしゃいませ、おはようございます。歩きスマホをしているときはその 100% の視界の8割、実に 80% を失って、残り 20% だけで歩いている、動いている、そういう状況だと、データが出ております。 20% の視界ってどんなもんなんだろう、こんなもんなのかな、なんてこういうふうに思いますけれども、まあ薄め開けて歩いているようなもんですかね。そんな形だと考えていただけると分かりやすいと思います。そんな状況下で駅のホームを歩く、これがいかに危険なことなのか、ほぼ目隠し状態ですよね。目隠しして駅のホームを歩く、それがいかに、危険なことなのか、それは分かると思います。あとはこういう、信号機のない横断歩道ですよね。でそのまま、目隠しの状態、歩きスマホをしている状態でここを渡る、それが確かに、日本の公共道路は最優先が歩行者です。歩行者が最強なんですね。ですが車運転されている、ドライバーの方々、そこにもほんの少し気遣いをしていただきたいんですね。歩きスマホをして、渡っている方、こっちに気づいているかどうか運転してて本当に分かんないんですよ。あとは、実際に今この、歩きスマホ、ながらスマホですね、自転車に乗ってながらスマホをしたことによって、事故に遭い亡くなられた方ももう出てきております。それだけ危ない行為。アメリカのある州ではこの歩きスマホがもうすでに罰金刑化されている。ですから、危険だからやめてくださいねではなく、やめないと罰金にします、刑に処します、そのぐらいの強い法律ができている州もあるんですね。日本はまだまだ、高い民度がありますので、そこまで、暴れることはないと思います。ですけれどもこれから 5G、6G とどんどん、便利なこのスマホが便利になっていき、より一層みんながこう、もう本当に電車乗ると、周り見ていただくと分かると思うんですけど、みんなスマホいじってますよね。ああやって便利なんですよ。便利になっていくとより一層この歩きスマホも、加速していく懸念がございます。今一度危ない行為だってことを、理解していただきたいと思います。そして最後にこの歩きスマホの問題、今現在もう一つ、浮かび上がっている問題があるんですね。これが歩きスマホをしている人間をめがけての当たり屋、ぶつかり屋、この問題すでにあるんですね。今言ったように歩きスマホっていうのはほとんど目隠しして、歩いている状態なんですね。だからそういう人を見つけてわざとぶつかっていく。どこ見て歩いてんだよお前って言って、怪我したじゃねえか、どうしてくれんだよ。そうやって慰謝料をせしめ取る当たり屋ももう今すでに出てきております。
そういう犯罪者の養分にならないように、スマホ便利だから、使うなとは全然私言ってないんですね。使うときは道路の端に寄り、そこで使うような形、たったそれだけで済む話なんですね。ぜひ、この日本人の高い民度を持って、マナーのある、国分寺からこれを進めていきたいと思います。このことは、リーフレットにも書かれております。どうか一枚手に取ってご覧になっていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。こちら日本代表と申します。朝からマイクの音をうるさくて大変に申し訳ございません。朝というかもう、お昼前ですけどね、申し訳ございません。この場所を30分ほどお借りして朝のご挨拶をさせていただいております。10時半から30分、この場所をお借りして朝のご挨拶をさせていただいております。マイクの音うるさいですよね。僕もこんなこと、自分がこんなことする前までは駅頭で、こうやって、街頭演説とかしてる人とか見てる人とかを見たら、いやうるせえなあいつら、うるせえなあとか、誰も聞いてねえよなんて、そんな風な、冷たい目で見てたと、見てた方な人間なんで、皆さんの気持ちが痛いほどよくわかるんですね。だから、無理にはとも言いませんですが、もしよろしければ気が向いたらで結構です。立ち止まって、聞いていただければ幸いでございます。この後この場所で街頭演説をしなければいけないお題に触れたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。おはようございます。こちら日本代表と申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。我が党、昨年生まれたばかりの保守政党でございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。保守政党でございます。保守とは日本の文化、歴史、伝統、これらをしっかり保ち、守る、そういう覚悟、主義を掲げている政党が我々日本代表なんですね。現在この保守と言われている政党が、日本から国決してしまっている、この状況に皆様お気づきでしょうか。あれ保守って自民党がいるじゃねえか、お前らなんかいらねえよなんていうふうに思う方がほとんどだと思います。でも実はね、それ違うんですね。保守というのは日本の文化、歴史、伝統、言うなれば、法律で決まっている、国旗国家法で決まっている君が代、日の丸、これらを存じ、しっかり守るもの、そういう立場なんですけれども、今現在自民党の背中に日の丸たなびいてますか。たなびいてると思うんでしたらもう何も言うことはございません。ですが、そう言われればそうだよねなんて思う方は、ぜひ我々の主張を聞いてほしいんですね。自民党が掲げる主張はグローバル化ですよね。グローバル化っていうのは多文化共生、さまざまな文化が自由にこの日本国内で共生していこう、それを掲げているのが自由民主党なんですね。まさにリベラルですね。リベラルが自由民主党なんです。ではこの多文化共生、一体本当に日本に必要なのかな、こういうふうに考えたことございませんでしょうか。もちろん日本に観光に来られる外国人の方々だとか、日本で、暮らす、外国人の方々、平和に暮らす外国人の方々は私たちの文化に、敬意を表して、触れていると思います。そういう方々は友達なんですね。本当に日本に、旅行に来て楽しんでってください。そして、日本で暮らす方、日本の文化を存じてくれる方はずっと、なるべく長い間、日本にいていただいて、むしろいていただいて、そしてその日本のいいところをどんどん広めていただければと私も思います。友達です。ですが今現在、自民党が進めているものは単純労働です。単純労働で日本に外国人を大量に呼び寄せようとしてるんですね。ちょっとニュース、ご存知の方とか、海外ニュース
よく、詳しい方なんかはもうこの時点で、え？そうなの？なんていうふうに思うかもしれません。なぜかこれってドイツでつい最近大失敗してることですよね。ドイツ、スウェーデンで大失敗してることなんですね。結果がもう出てるんです。単純労働移民というものを人為的に故意的に受け入れてしまうことによってどうなるかっていうのは、わざわざ歴史がすでに結果を出して教えてくれてることなんですね。どうして、なんでこの海で囲まれた島国である日本がその失敗例を復習しなければいけないのか。そしてそれを訴えている党が果たして日本の文化、歴史、伝統、2700年一民族一国家で培ってきたこの日本の文化、歴史、伝統を守るべき政党なんでしょうか。断じて違うんですね。簡単な例、もう一個具体的な例を一つ挙げますと、ちょうど今最悪の状態になっている、日本と韓国、この日韓両国の問題ですね。韓国が、日韓基本条約を無視し徴用工判決を履行しましたよね。そしてつい最近はレーザー照射、この事件、これ徴用工判決で、日韓基本条約を保護にして日本と韓国の国交これからどうなるのっていう、そういう問題であったにもかかわらず、最悪の状況になっているにもかかわらず、我が日本の大事な大事な自衛隊員が乗っているその哨戒機にレーザー照射を当てて、戦争行為です。これはこれをやっているのが韓国なんですね。これ国民みんなもう少し損を上げて怒っていいことなんです。いいですか、自衛隊隊員たち、彼ら私たち日本国民の宝です。彼らがこの国を守ってくれている、その我々の宝たる自衛隊員を叩き落とすぞと言ってるのがこのレーザー照射なんですね。守らなきゃ、この守るこの意思を見せている政党は自由民主党ですか。違いますよね。彼らは誠に遺憾である、これしか言ってないんですよ。もう少しこの狭い島国、海で囲まれている島国、ここで一民族一国家でずっとやってきた我々はトーンを上げて怒っていいんです。それをごく当たり前の主張、その主張を皆さんに代弁して訴えているのが私たち日本第一党なんですね。この党の名前通りです。日本が一番は当たり前ですよね。この国でみんな、死んでいくんです。生まれ死んでいく、この国で骨をうずめる覚悟ができております。その骨をうずめる国を一番に考えるのは当たり前のことなんです。これをただ当たり前の主張をしているのが我々日本第一党、そしてその主張の中にはあなたたち皆様、日本人の皆様を第一に考えて、それで政策を打ち立てるとどうなるか、どういう政策ができるんだ、その答えがリーフレット、そこから飛んでいただいてホームページに我が党の政策が書かれております。それをぜひお読みいただきたいんですね。また、ヤフーニュースなんかで我々の党、よく名前が出てお騒がせしております。ネットの世界だけで、テレビには一切出ませんけれども、ネットの世界では結構有名なんですね。そういう上っ面のネットの、記事をご覧になられた方なんかは
日本第一党って桜井誠のあのヘイト中政党だろう、そんなようなことを言ってる方多く見かけます。実はそういう方ってうちの政策本当にご覧になられてるんでしょうかと私は思うんですね。今後の50年後100年後この日本を考えて今現在現環境で何が最善なのか、それを突き詰めてる政策、これを掲げてるのが私たち日本第一党です。もちろん政策は過剰書きで非常に力強いもの強いものを歌っております。ですが優しい政策なんですね。皆様にとって我々にとって日本人にとってぜひその政策の本当の姿をご覧になってそれから、ご批判なんなりとしてください。どうかよろしくお願いします。あれ、待ってくる。あ、待ってますね。はい、こちら日本第一党と申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。こちら日本第一党と申します。この場所をお借りしまして8時半から、街頭演説させていただいております。もうね、年越しを迎え、皆様お忙しいと思います。ただ、もし今日ねお休みの方これから、特にまあ用事ないよっていう方はぜひほんの少しだけでも立ち止まって聞いていただければ幸いでございます。そして、現在私の大事な仲間たちスカイブルーのブルゾンを着た大事な仲間たちが、リーフレット配っております。ぜひ1枚手に取ってご覧になっていただきたいと思います。彼らも、我々日本第一党の、党員です。党員じゃない方もいらっしゃいます。後援会員の方もいらっしゃいます。ですが、ぜひこうやって完全ボランティアで、手伝ってくれてますんでこのチラシ1枚手に取ってご覧になっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、今日の本題です。この場所に立つときは必ずこの話をさせていただいております。私の、目の前に3つ国分寺、今年できた、国分寺をもう駅複合施設、ちょっと前までは、ペレオ丸井の、大きな建物、これでも十分、国分寺に誇れるものだったんですけど、北側になんとこの3つ国分寺ができたことによって、国分寺の駅がものすごい発展しました。ちょっとパン屋さんが多すぎるんじゃないかななんて気もしますけれども、それはさておいて、すごく発展いたしました。便利ですよね。本当に国分寺に住む方は3つ行けばまあ大体、ことが足りてしまう。洋服だって買えちゃうし、食品食材、日用品も買えてしまう。しかも伊勢丹さんなんでいいものが買えてしまうんですね。まあ、僕なんかはちょっと稼ぎが少ないのでなかなか伊勢丹さんで買い物するってことはなかなかないんですけれども、でもそういう便利な街になりましたよね。発展しております。ただですね、これ国分寺だけなんです。日本広しといえどもこんなことは前代未聞、国分寺だけのことが起きてるんです。この子供さんも通る青少年の通学路にもなっている駅複合施設の中に脱法ギャンブルのパチンコが営業されてるんですね。これ皆さんパチンコ見慣れちゃってるかもしれませんけれども相当異常なことだってことにぜひ気づいてほしいんですね。当たり前ですよね。普通どの国でもです。グローバリズムでワールドワイドで見ても、各地ギャンブル場がある、例えばカジノ場とかがあるそういう国はその場所から子供を完全に隔離しております。子供にギャンブルこれを見せるだけでも害悪なんですね。青少年保護条例ございますよね。
それの強化、強化をするときがもうまさに今なんですね。この国分寺で、国分寺で強化しなければいけない。家族で楽しむ駅ビル、ここに電光掲示板で社交心を著しく仰ぐような、煽るような、そういうような政治方法、今も書いてありますね、玉箱を取る快適プレー、こういうような非常に下品なギャンブルそのもの、それを子供さんに見せちゃいけないんですよ。当たり前のことを我々日本第一党は訴え、そして私大木はこの国分寺まちづくり条例と、あと都の、条例、そして青少年保護条例を使い、この、4号営業、風営法4号営業のパチンコに対して営業時間の規制をかけます。そして電光掲示板等有害な広告、これの一切を遮断、これを掲げております。ここだけじゃないです、ここにもありますよね、もう1店舗、この電柱がなくなっている通り、そこの通り沿いにももう1店舗ありますよね。あそこも早稲田の初等科の生徒さんの通学路なんですね。目玉解放バリバリとか、そんなの見せちゃいけないんですよ。そういう当たり前の訴えをしているのが我々日本第一党であり、私国分寺市在住大木でございます。またこのパチンコ、もうね、皆さん麻痺しちゃってるかもしれませんけれども、当たり前のように駅前にある、繁華街にある、そういった状況、これで皆さん麻痺してしまってるかもしれません。あ、どうもありがとうございます。知らせもらっていただいてどうもありがとうございます。麻痺してしまってるかもしれません。ですが、このパチンコっていうのは、ものすごい産業なの、皆様ご存知でしたでしょうか。パチンコメーカー、パチンコ業界、パチンコ店、この日本国内の総売り上げ、これいくらぐらいだと皆さん思いますか。これはニュースなんかでは一切報道されません。だからぜひ知ってほしいんですね。まずその前に、なんでニュースで報道されないか。パチンコの闇をつくわけにはいかないんですね。なぜか、そのニュースのスポンサーにパチンコメーカーの名前見たことありますよね。スポンサーからの圧力で報じられないんですね。だから皆さん知ってください。これから真実を言います。この業界、パチンコ業界、年間の売り上げ19兆円から20兆円ですよ。この日本国内だけでです。海外のカジノ場、例えばラスベガス、そしてマカオ、この辺りひっくるめても2兆ぐらいしかないんですよ。それがマカオなんてカジノ有名ですよね。カジノなんかすごい儲かってるんじゃないかなんて、皆さん思ってるかもしれません。もう儲かってますよ。だけどそれひっくめても2兆ぐらいしかないんですよ。この狭い海でこう囲まれた島国のこのパチンコだけです。競馬競輪すべて除きます。固形ギャンブル全部除いてパチンコだけでなんと19兆から20兆円、この地球上のカジノ施設全部束にまとめてもこの狭い日本のパチンコ産業に足元にも及ばない売り上げなんですね。この事実をぜひ知ってください。来年の10月日本に何が訪れるって、今話題になってますか。消費増税ですよね。今現在の 8% から 10% に上がるだろうと言われてます。あ、まあ絶対これは上がるでしょう。もう自民党がやってるんで避けられないです。覚悟は決めてください。この2兆の、消費税の歳入、これは、2% の、消費税の歳入、これは、2兆3兆4兆と言われております。それぐらい国の歳入は増える形なんですね。おはようございます。あ、どうもありがとうございます。チラシもらってくれてどうもありがとうございます。
歳入が増えるわけなんですね。このパチンコというギャンブル、脱法ギャンブル、これにドブに捨てられている19兆から20兆が日本の産業に循環していったらどうなると思いますか。しわ寄せなんですね。私たちパチンコをやらない人間が脱法ギャンブルにうつつを抜かす人間、そして脱法ギャンブルそのもの、それらの養分になってしまってるんです。またさっきから脱法脱法と口酸っぱく言っております。パチンコって合法なんじゃないの、そういうふうに思われる方がやっぱりほとんどだと思います。さっき言ったようにニュースで報じられないから。でもこの今のパチンコ店、これがいかにどうやってこの今の日本の法をかいくぐってきて戦前戦後のうのうと営業してきているか、それには三点方式というこの極めてグレーで、グレーというかもうブラックです、ブラックな脱法システムがあるんですね。これを簡単に説明させていただきます。まず、お客さんパチンコ店に入店します。そこでお金を入れて玉を交換しますよね。その玉をチンチンジャラジャラぐる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 、ピカ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 回しながらこう遊ぶわけです。そこまでは風営法4号営業、まあ5号営業がゲームセンターなんですけれども、ほぼゲームセンターと同じことなんですね。そしてその出玉をカウンターに持っていき、そこで景品に交換してもらうわけですね。景品に交換するからゲームセンター5号営業とは違って4号営業という社交心のより強い、ものとして、カテゴリー分けされているのがこのパチンコ、あとは麻雀、雀荘なんかもそうですね。そういうところなんですけれども、このパチンコはですよ、パチンコはですよ、そこの景品に交換するときに出玉をカウンターに持ってきました。そのときに今どんな景品と交換してもらってますか。明日のジョーなんかに出てくるようにチョコレートとか、お菓子だとかそういうものと交換してもらってますか。違いますよね。パチンコ、今現在のパチンコは全て特殊景品という謎の、極めて謎な、そんなものと、出玉を交換するわけなんです。特殊景品というそのもの自体が欲しいからパチンコをやってる方いらっしゃいますか。特殊景品の、コレクターとかいらっしゃいますか。もう俺はもう特殊景品100枚ぐらい持ってんだよね、あともうちょっとで120枚になるから120枚まで貯めちゃおうかななんていう方いますか。いませんよね。その特殊景品をどうするか、買い取ってくれるところがあるんですよね。そこに持ってって換金するわけです。そしてその、買い取る場所、特殊景品を買い取る場所はこの建物内にあるとそれは違法です。そこまで、警察のメスは入ってるんですね。同一建物内に、敷地内に、監禁所を設ける、その品物を買い取る、場を設けてはいけない、そういう決まりがあるんです。だからパチンコ店のたまたま偶然その近くにある TUC ショップ、そこが、たまたま偶然近くにあるんですね。これがまずおかしくないですか。だからこの、目の前の、私の目の前のパチンコ店、ここの、TUC ショップは、ここ分寺ウエストではなくここ分寺イーストにあるんです。そういうヘリクス。そしてその TUC ショップで、特殊景品を買い取ってもらい、パチンコを打っていたお客さんが初めてお金を手にするわけですよね。さてその古物商なんですけれども、
ここにも実は問題があるんですね。古物営業法というものがあります。これは質屋さんだとか、あとは古本屋さんだとか、あとは本当にあの洋服の買取屋さんとか、古着屋さんだとか、そういうところすべてまとめて、東京都公安委員会の管轄に入り、そこで、作られている法律ですね、あります。そしてその古物商では一つの揺るぎない厳格なルールがあるんですね。それは何か、1万円以上の買取の際は必ず身分証明書の提示、そして古物台帳への住所、氏名、職業の記載、これが法で義務付けられているはずなんです。これちょっと話変わるんですけど、古本屋さんとか本とかゲームの、ゲームソフトだとか、そういうものは一応対象外になってます。これは例えば10円の買い取りでも身分証明書が必要。なぜかというとそれだけ、窃盗性が高いからですね。で、話は戻しまして、この古物商1万円以上の買い取りの際は、必ず身分証明書の提示、そして古物台帳への記載が義務付けられているはずなんですね。ここでパチンコユーザーの皆様にお尋ねいたします。 TUC ショップに特殊景品を持ってって買取を依頼しました。その際に5万10万買ってる方いらっしゃいますよね。一人でも構わないです。その時に身分証明書の提示を求められた方いらっしゃいますか？いらっしゃったらぜひ私の前に出てきてください。そして古物台帳の記載、この紙に住所、氏名、年齢、職業を記載してくださいって言われたことございますか？一人でもいたらぜひ声をかけてください。ないですよね。古物営業法すらも守れない TUC ショップ。ここにも脱法が一つあります。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。そしてもう本当ラブホテルの受付みたいなこの TUC ショップで、特殊景品を持ってってそこで、換金してもらう。そしてそれだと実は二点方式というもので、過去にそれはもう警察によってきつく規制されてるんですね。そこまでだと、そこで例えば、TUC ショップが特殊景品をもう一度パチンコ店にそのまま戻してしまうと、それは二点方式、規制され、検挙される案件なんです。だから3点、その上にもう一つ、この特殊景品専門に扱う卸業者というものをかませてるんですね。これはこの卸業者が、求人広告を出しているのも見たことございませんし、その実態は誰もわからないと思います。でも実際に建前上あるんです。で、その卸業者が各 TUC ショップからこの特殊景品を再び仕入れて、で、それみんな同じ特殊景品だから、それをシャッフルして混ぜてもう一度パチンコ店に戻すという、こういうことをやってるのがこのパチンコなんですね。シャッフルされてるからパチンコ店 A から、回ってきたものだかどうかもうわからないんでね、これは換金じゃございませんなんていう、そういったヘリクスによって賄われてるのがこの脱法ギャンブルのパチンコなんです。大体パチスロって何ですか？もう何でもパチつければいいってもんじゃないでしょう。まあそんなことはどうでもいいんですけれども、このパチンコ、こうやって法の目をかいくぐり、そして議員様たちに、パチンコ議連の議員様たちに法をかいくぐりつつ、法で守られ、朗々と戦前戦後から営業し続けている、韓国ではすでに禁止されている遊戯がこのパチンコなんです。この本邸、パチンコは、韓国発祥ですから、その発祥の地はもうすでに禁止されてるんですね。さらにこのパチンコの闇、もう一つございます。
これはついこの間、IR 法できましたよね。カジノ法ですね。そこでも少し話題になりました。ギャンブル依存症という心の病の問題です。ギャンブル依存症、これはギャンブルによる、ドーパミン、ベータエンドルフィンが、もう高揚感が忘れられなくなってしまい、パチンコとかあとギャンブルにハマってしまうっていう病気ですね。ちょっとカメラが上向いちゃった、はい、病気ですね。そしてこのギャンブル依存症、今現在日本国内ではこの依存症にかかり命を落とされている方、つまり自殺です。自殺という形で命を落とされている方がいらっしゃるんですね。その数何人いるか皆様ご存知でしょうか。このギャンブル依存症により自らの命を落とす国民、年間3000人ですよ。とんでもない数字なんですよね。もちろんギャンブルと一括りにしております。だからその中には競馬とかも入りますよ。それが、直接間接的な理由として、自殺につながっている、それが3000人いるんですね。ですがこのギャンブル依存症のカテゴリー、大枠カテゴリーの中に私はパチンコ依存症、これが非常に強い、塊としているはずなんですね。なんでか、ギャンブル依存症の治療法っていうのはすでに確立しておりまして、そのギャンブル上から遠ざける、本当に簡単なことなんですけれども、それなんですね。だから、例えば日本国内ですと、競馬どうしてもやめられないんだよねっていう時は、ウィンズに行かないようにすればいい。勝ち馬投票所ですね。だからウィンズっていうのはどこもそうですよね。駅からもうすでに駅から離れたところに各店存在しておりますよね。立川のウィンズ通り行ったことある方いると思います。もう立川駅からぐるっと回ってやっとこさっとこで、ある距離ですよね。あとはうちの事務所がある、渋谷のウィンズも大通りから中に入って離れた、奥まったところにありますよね。はい、あ、おはようございます。ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。飴の差し入れをいただきました。どうもありがとうございます。本人の方に、飴の差し入れをいただきました。もう本当にね、国分寺ではたくさんの支持者の方に見守られていて、もう本当にマイクにも力が入るけれども、演説は下手くそですいません、続けます。はい、なんですけれども、このパチンコ依存症にかかった方、彼ら彼女らに対して、行う治療は逆に言ってしまうと便利な場所から遠くに住んでくださいってことになっちゃうんですよね。当然ですよね。パチンコっていうのは繁華街の真ん中にあったりだとか、もう国分寺なんかはもうひどいですよ、駅の中にあるんですもん。駅から遠いところに住んでください。それがパチンコ依存症の治療法なんですよね。これ人権侵害なんですよ。治療をするには人権を侵害しなければいけない、そういう問題がパチンコにあるんですね。さらに言わせていただきます。このパチンコの売り上げの一部がどこの国に渡っているか皆様ご存知でしょうか。今ちょっとね、穏やかになってしまいましたけども、この話題穏やかになったけど、まだ今アメリカともまた一悶着ありそうですよ。だから注視して皆さん忘れないようにしてくださいね。このパチンコの売り上げの一部は北朝鮮に渡っております。これは間違いないです。国会の答弁で、なされているれっきとした事実でございます。つまりパチンコに負けてその売上金が北朝鮮に渡り、中距離弾道弾、スカッドミサイル、
そういうものに変わり、我々の頭の上に返ってくる。バカバカしいですよね。やってられないですよ。だから我々日本第一党はパチンコの撤廃を訴えております。ですがこのパチンコの撤廃、これ政治の力で何とかしようとするともう結構大変なことなんですね。さっき言ったパチンコ議連というものにがっちり守られております。そして風営法自体を変えなければいけない。まあ僕はもう本当に変えてほしいんですけれども、4号と5号と分けることなく、一緒くたにし、両方同時に規制する、そういう形で私はいいと思うんですね。社交心を著しく煽る遊戯というものはこの日本には必要ないんだ、それを訴えることがまず第一歩だと思うんです。当たり前の主張なんですよ。それを、やればいいと思いますけれども、なかなか難しい険しい道のりです。だから皆様に、あなたたち皆様にお願いしてるんですね。パチンコをやられてる方、お知り合いにいませんか？または自分のご家族にパチンコにハマっちゃってる人いませんか？今日パチンコで5万しちゃったんだよなーなんて、そういう方いませんか？そういう方がもし近くにいらっしゃったら、勇気を振り絞ってぜひお前バカじゃないかって叱咤激励してほしいんですね。パチンコ店の養分になるようなことするなよと、人間に戻れと叱咤激励してほしいんです。そうすることでパチンコ、ここに人が入らなくなれば、そのあり地獄に人が落ちなくなれば、オートマティック、全自動、勝手にパチンコ店は衰退していきます。皆さん一人一人の民度、意志、強い意志、パチンコと断絶する、パチンコと自分はもう卒業するんだ、そういう強い意志を広めてほしいんですね。そして50年後、100年後の我々日本、我々が住む日本からこのパチンコを完全に撤廃できる世の中を作るために、一人一人が勇気を持ってこの脱法ギャンブル、パチンコと戦ってほしいんです。過去この国分寺はパチンコ店と堂々と戦った唯一の自治体なんですね。もう一度この国分寺からそのムーブメントを起こしませんか？駅の中にまで進出してきてしまったこのパチンコ、このパチンコをパチンコから我々の子や孫を守るために立ち上がりませんか？ぜひ賛同いただける方、この日本第一党、この党名だけでも知っていただき、その政策もう一度、熟読してみてください。そして私、日本第一党、国分寺市在住党員大木と申します。私も7つの約束というものを掲げておりまして、その中で、青少年保護条例に基づき、4号営業のパチンコ、そして5号営業のゲームセンターにまでメスを入れ、営業時間の見直し、そして18歳未満の、特に4号営業パチンコに対しては18歳未満の、入店、これを完全に遮断するために、入店時の身分証の提示の義務付け、そして青少年が通るとき、青少年がその前を通行するときに、パチンコという、フレーズに触れないように、見ないようにするために、完全に、ブラックシーツ、これで、店を覆い隠す、そういうことを、条例でやりたいと思っております。これぐらいだったらできるかできないかというと、なんとできるんですね。これは市政、自治体の力でできちゃうことなんです。できるんだったらやりましょう。ぜひ、応援していただければ幸いでございます。この日本国分寺からパチンコ、これはいらないんだと強い意志で訴えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。そしてすみません、時間がオーバーしてしまいましたけれども、もう一つ、私が、1丁目1番地で掲げている政策がございます。
これはこの青いのぼりに書かれているこの通りですね。この国分寺には残念ながら60年以上どこの町にもあるものが欠損している状態で運営しております。最近国分寺に住まれた方はもしかしたらご存知ないかもしれない。それは何か、国分寺最近住まれた方ご存知ですか。この町にはこの自治体には警察署がないんですよ。知ってましたか。これ実はもう60年以上経っております。その60年間の間には大きな事件何回も起きております。その代表例が、もう歴史的未解決事件である3億円事件ですね。これを経過してまでも未だに警察署がない。これがねどんなに不健全不完全なものなのか、これをぜひ知ってほしいんですね。小金井署、これが、国分寺を管轄してくれておりますよね。小金井署署員、350人ほど、そしてパトカーの台数も全て限られております。有限なんですね。言うなればそれを半分個ずつにして折半して使ってるようなもんなんですよ。その、どれだけの警察力になるかというと五日市署並みなんですね。この国分寺がですよ。ごめんなさい、五日市に住んでる方には非常に、不快に思うかもしれませんけれども、これだけ発展している国分寺が五日市署並みのそれ以下の警察力しか持っていないという、その恐ろしさ、ぜひ一人一人分かってほしいんですね。特に現在、自民党が進める多文化共生により、移民の方たくさん入ってきますよね。そうした時に治安必ず乱れていきます。乱れて犯罪、大きな犯罪が起きてからではもう手遅れなんですね。犯罪っていうものは未然に防ぐことがモアベター、抑止が一番なんです。その抑止で何が一番必要なのか、それは警察力。ありがとうございます。警察力ですよね。パトロールしているパトカーの台数ですよね。ここで犯罪を犯したらきっちり捜査をされるという部署ですよね。そういうものが必要なんですね。だから我々の子や孫の世代に残すために警察署、これを設けましょう、こういう訴えをしているんです。そしてこの訴えをしているのはなんと、この60年間誰もいなかったんですね。私子供の頃からこれ実は思っておりました。国分寺に住んでいてなんで国分寺警察署ないんだろうなって思ってました。でも誰かがやってくれるんじゃないかなってずっと思ってたんですね。市議さんが、誰か偉い人がこの国分寺にも警察署を作ってくれるんだろうな。誰も作ってくれなかったんです。今が良ければいいや、なんとかなってるからいいや、これでここまで来てしまったんですね。僕だってこんな活動正直自分でやりたくなかったです。誰かがやってくれるのを待ってました。でも誰もやってくれなかった。もう自分でやるしかなくなったんです。これが最後です。多分今後もこの活動してくれる人出てこないと思います。だって60年以上出てこなかったんだから。ぜひもういい加減に国分寺に警察署を作った方がいいよ、そういうふうに賛同いただける方、特にもうこの国分寺にお家買われてしまった方、マンション買われてしまった方、ここで骨をうずめる覚悟ができてしまった方はぜひ賛同していただきたいんですね。そしてその賛同には何が必要かというと、応援するようだけじゃないんです。応援するようだけはいらないんです。はっきりとした署名が必要なんです。署名、ここに力強い賛同の意思を表していただきましたら、私はそれを武器にして最前線に立ち、必ず国分寺に警察署を誘致してみせます。私は死ぬまでに必ずやってみせます。ぜひ応援は本当にありがたいです。応援してくれると本当に勇気出るんですけども、応援から一歩進んで署名の
協力もお願いします。まだまだ全然足りません。2万4000筆ぐらいは最低限でも持っていきたいんですけど、本当はもう、12万人住んでるんで12万筆欲しいですよ。だけどそういうわけにもいかない、最低でも2割の2万4000筆欲しいんですけれども、まだまだです。まだネット署名と、実署名合わせて、300ちょいぐらいしかないんですね。これじゃ話にならないです。また立ち消えますよ、この警察署の話題。もういい加減にこの町に強力な、警察力、自治力を持たないとまずいですよ。ぜひご賛同ください。今ネット署名と言いましたけれども、実署名だけではなく、ネットチェンジ署名という、サイトご存知でしょうか。そこを使って、簡単にできる署名も用意しております。詳しくは、今現在、我々の仲間たちが配っているリーフレットを1枚手に取ってみてください。そしてその裏には署名用紙も、入っております。その署名用紙を、私がこう演説しているときに、これこの間書いたよなんて言って持ってきてくれても構わないですし、ちょっと切手代だけ、切手代というかハガキに貼る形ですから、ハガキ代だけ、無駄になってしまうかもしれませんけれども、ハガキに貼って、党本部に送っていただいても構いません。2万4000欲しいんです。300じゃ持っていくにも話にならないんですね。これはぜひ一歩進んで協力のお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いします。ではすみません、30分の約束がかなり過ぎてしまって本当にお騒がせして申し訳ございませんでした。この辺りでマイクを置かせていただきます。日本第一と、昨年生まれたばかりのまだまだ新しい政党です。いってらっしゃいませ。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。党首は前回の都知事選挙で11万4171票を獲得いたしました、桜井誠が務めている政党でございます。まだ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 無名の弱小政党なんで、ぜひ党名だけでも覚えていていただきたいと思いまして、私生まれも育ちも国分寺、もうずっとね、もう本当ね、何度か引っ越そうかななんて思った時あったんですけれども、なんか居やすいんですよね、ここね。だからもう今この年になって、子供を生まれ、ここで骨を埋める覚悟を決めた、生まれも育ちも国分寺市在住の大木が、この場所を借りて演説させていただきました。どうか、名前だけでも、党の名前だけでも覚えていっていただければ幸いです。では、お騒がせしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様良いお年をお過ごしください。今日で、凱旋納めでございます。良いお年をどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そういうところから、あ、じゃあちょっと今閉めちゃいますね。はい、皆様、おお、なんかすごいいっぱい、ありがとうございます。今日はもうね、今日この時間はパチンコ店ガンガン普通に営業してるんで、営業後のパチンコの前で、お送りさせていただきましたね。こんな形で、もう工事の音なんかもね、ちょっとうるさかったかもしれませんけれども、そんな形でございます。あ、早稲田実業高等部、ラグビーフットボール大会出場、バレーボール高校選手権大会出場、おめでとうございます。誇りですよね。早稲田実業実は国分寺にあるんですよ。知らなかった方もいるかもしれません。だからちょっと前の、斉藤投手だとか、あとなんだっけ、ついこの間の、バッターのなんだっけ、左バッターの、ちょっとごめんなさい、名前出てこないんですけど、早稲田実業の生徒さんなんですよ。はい、そんな形でございます。また、来年もどうぞよろしくお願いします。今日が、私の、凱旋納め、でございます。皆様も、良いお年をお過ごしください。ちょうど 1時間でしたね。ありがとうございました。どうもありがとうございます。日本